山口大学医学部附属病院呼吸器感染症内科は、肺がんの治療をはじめ、肺炎、喘息、COPD など呼吸器疾患全般に対する診療を行っています。今回は難病に指定されている間質性肺炎の診療についてご紹介します。人は呼吸をするとき、口や鼻から吸った空気が気管、気管支を通り、肺の構造の奥にある肺胞と呼ばれる場所に到達します。そこで肺胞に接している毛細血管内を流れている赤血球に酸素が受け渡され、二酸化炭素が肺胞内へ戻り、体外へ吐き出されます。これをガス交換と言います。また、この肺胞と肺胞を取り囲んでいる組織を間質と言います。間質性肺炎とは、様々な原因により慢性もしくは急性に間質自体に炎症や繊維化が起こり、そのため肺胞の壁が厚くなってガス交換がしづらくなる病気を指します。この場合の繊維化とは、組織が硬くなることを言います。また肺が硬くなるために肺が拡張しづらくなり、肺活量が減る病気です。動いた時の息切れや痰が出ない乾いた咳が主に見られる症状です。原因が特定できる間質性肺炎には、古い家屋などにあるカビや鳥の糞に含まれるカビなどを慢性的に吸入したことで起こる吸入抗原によるもの、職業柄粉塵を吸入することで起こるもの、自己免疫性疾患である抗原病が原因のもの、そして服用しているお薬や漢方、サプリメントが原因となる薬剤性のものなどがあります。また原因が特定できないものを特発性間質性肺炎と言います。その病態によりいくつかに分類される中で、最も多く見られるものに特発性肺繊維症 IPF があります。 IPF は進行性の病気でありますが、患者さんによって進行度は異なります。年単位で非常にゆっくり進む方から、数週間程度で急速に呼吸不全に進行する急性増悪をきたす方まで様々です。また肺がんの合併率も高いので注意しなければいけません。 IPF はその治療が非常に難しい病気です。できる限り早期に発見し、繊維化の進行を抑えることが重要です。近年 IPF への効果が期待できる抗繊維化薬が臨床応用され、徐々にではありますが前進しています。間質性肺炎は原因が多岐にわたり、症状も他の呼吸器疾患と類似しているため、その診断が非常に難しい病気です。山大病院では放射線科、病理医、抗原病内科との連携により、早期の診断と適切な治療を行える体制を整えています。間質性肺炎は症状を自覚できる頃には病状が進んでいることも多く見られます。健康診断時の肺機能検査などは、呼吸機能の低下を数値的に判断できるので、定期的に受けるのも大切です。また胸の聴診所見で特徴的な音を聴取することで診断につながることもあります。胸部単純 X 線写真で見つかることもあります。長引く咳や息切れ症状などが見られた際には、まずはかかりつけ医を受診し、間質性肺炎が疑われる場合は一度呼吸器専門施設へ受診されることをお勧めします。呼吸器に関する症状などでお悩みの方は、どうぞ山大病院呼吸器感染症内科にご相談ください。